工場見学、うん、上信越自動車道富岡インターチェンジからおよそ10分、群馬県甘楽郡のこんにゃくパークです。群馬といえばこんにゃくですよね、うん、こんにゃくパークはこんにゃく芋の生産量が全国一を誇る群馬県で、こんにゃくメーカーの横尾デイリーフーズがこんにゃくの文化と美味しさを伝えるためにオープンした施設です、はい、まずは施設の2階工場の見学ゾーンへ、はい、板こんにゃくと白滝、さらに3月から8月にかけてはこんにゃくゼリーの製造ラインを見学することができます。中でも人気が高いのは白滝の製造ラインなんですって、白滝がシャワーのように流れ出る様子につい見入ってしまうそうです。何それ、シャワーみたいに出てくるんですか。なんかちょっと想像してみると楽しそう。面白い。工場見学の後は1階に降りて、はい、こんにゃく料理の無料バイキング、常時15種類以上のこんにゃく料理が食べ放題なの。食後は大人気のコーナー、こんにゃくの詰め放題に挑戦しましょう。いいですね。いろいろなこんにゃく製品。
詰められていく工程。確かにすごく綺麗に詰めてありますもんね。あれやっぱり手作業なんですね。さらに仕上げに折りに掛け紙をして素早く紐をかける、熟練した手つきは必見と、まさに職人芸だそうです。そして工場見学の後は試食タイム。出来たてのシューマイやシューマイに次ぐ人気と言われるおかずのタケノコに中華菓子を試食できます。なんかさ、あの冷めても美味しいの何でしょう。大好きなメンバーがいるんです。何ですか。え、タケノコにあんずね。あんずだよね。あ、でもね、昆布をね。あ、わかる。あ、そうそうそう、思ったんだけど、思いました思いました。大人になるとあんずが美味しいのよ。あんずね、ちょいちょい挟みながら食べる。